子どもたちの歓声が響きます。天候不良やコロナ禍で6年ぶりとなった地元の小学生たちの初泳ぎです。気持ちよかったです。今年初めて入りました。最高です。飛び込んだり、水に触れるのが楽しかったです。津田岩清水神社。この日は海開きの式が行われ、讃岐市の大山茂樹市長らが集まり、シーズン中の安全を祈りました。海水浴場はシーズン中、去年より2万人多いおよそ6万人の人出を見込んでいます。